ほら、釣れた。釣れた。来ました。よーし。スペースモンキーズ TV。 いやー、おい、今ペチャって聞こえた？聞こえた。あー、さあ、いきなり水溜りから始まりました。ウェルカムスペースモンキーズ TV、 おそさるです。ジャックです。さあ、今日ですね、私がね、前回の動画でね、はい、あまりにもね、あの野良ガエル、はいはい、がでも面白くてね、誘っちゃったけど来ちゃった。でね、今日はね、いろんなねアイテムを実は用意しました。はい、まずね、先ほど購入しましたこれ、野良グモ、クモですね。でね、一個出してみたんですけど、これやばいでしょ。これプルプル感がやばいっす ね、 ね、プル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 感がね、やばいっすね。もっと硬いもんだと思ったらね、これは釣れそうだね。ここにフックちょんがけで水をこうやってピチャピチャって釣れそうですね。で、これもう一個はね、パニックシケイダー4センチ4グラムってやつで、まあこれセミだね。これ野良シリーズというか、まあこれもあったから買った730円だったんですけど、これね、近くのね、上州屋さんでね、特価で580円で売ってたっていう、ミスおかしい。で、こいつね、前回の野良ガエル見ましたよ。この3つを使って今日はね、遊んでいこうと思います。はい。でね、ちょっと面白いものを見つけたんですけど、これボーンラトラーバリュー SS、これ一番小さいやつを、はい、セミなんかほら多分さ、やっぱ暴れるじゃん。だからこれをさ、刺してさ、こう小さいカチャカチャカチャって音を入れたら、さらにいいアクセントになるんじゃないかなと思いました。はい、またやらかしてしまいました。撮影外でクモ、まず1匹目釣れちゃいました。釣れちゃったよ。釣っちゃいましたね。まあ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 、これからね、こういうシーンがたくさんあると思います。いやー、クモ釣れた。釣れちゃった、すいません。それでは行ってみましょう。野良シリーズスタートです。こんな感じでスーって止めといて、魚が来たなーと思った瞬間にチュンチュンって動かすと、ほらほらほら、ああいう感じで下でブルーギル動いたでしょ。チュンって動かすとバグって、ブルーギルが食った、ブルーギルがついた。ブルーギルがね、容赦なくついてくると、これね、強いんですよ。ブルーギルって結構セレクティブなんですよね。見ててつかない。今のトゥイッチ一発でブルーギルがついたってことは、やっぱり虫ライク、つまり釣れるルアーですよ、これは。そうだな、あ、もう出そう。釣れた。なんだ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 、バスかバスか、バス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 、イエーイ。野池っぽいね、野池っぽいね。うん、野池。野良グモ2匹目わお。今しっかり取れてた。取れてました、ね、Thank you。 こんな感じで今見えてたでしょ、うん、もう入れてツイッチツイッチだった瞬間にピュッって出てきて、躊躇なく食ってくるね、うん、野良グモ。野良ガエルもこんな感じよ。これは楽しめそうでしょ。そうですね、やったぜ。2匹目、野池っぽいね、夏っぽいね。ムムムムだね。魚探しが面白いな。魚探しに必死。どっか動かねえかなとか、あそこいそうだなとかね、そっからがまず楽しいね。ポーンつって波紋がなくなって、わあ動いた。全然映ってねえぞ。釣れた。釣れました。端っこにいた俺、くそ。ちょっと映りづらかったかな今。ねえ、まあでも野良ガエル釣れたでしょ。釣れました。強くちゃんと波紋をポンポンって出してあげると、はいはい、すっ飛んでくるでしょ。食いに来たら見に来たでしょ。うわーかぶって。いやー、でもいいね、野池っぽいね、魚がね。そうっすね、エンジョイです。いいっす、次行きましょう。はいはい、ジャック君がね、画面からちょっと外れたところで一匹かけました、はい、ね、どうやらね、やっぱりね、使い分けとしてはね、なんか飛ぶか飛ばないか。飛ぶか飛ばないか。あの雲の方は僕ピードやってるんですけどね、あのショートで食わせはこっちの方が特化してるね、はいはい、やっぱヤゴもいるしっていうのもあるし、トンボも飛んでるしっていうのもあるから、やっぱこういうシルエットはよく食う。でカエルの場合はこれロングキャストに適してますね、重いからね、はい、でやっぱちょっとしっかり食わせないと乗らないね、こっちの方はね。食わせるんだったらクモ、飛ばすんだったらカエルって感じかな。あそこ、そうだね、ここら辺
おお出てる、あっちも出てる。うおうおうおお今なんで乗らない今でけえぞ、今のでかい、でかい、今の出方でかいよ。音聞きました今、聞いたでしょバコって、バコって、なんで乗らない今もう入れた瞬間動いたの見えたもんね、うん、うわって、うわやっぱここでかいのいるよ、やばいね。こっちにもいそう。休憩ですわ。はい、ジャックンすげえね、汗がね、汗すごい、日焼けしたね、またこの1日で黒くなったね、焼けたよ、焼けましたなんか焼けたな黒いな、やばいな、またメガネの跡残っちゃう、残ってるもんもう僕はね、ちょっとね、スーパージャンクフードが大好きでね、ポカリスエットとかにね、レッドブル、ポカリスエットレッドブル、やべえ色ですよこまめにやっぱ水分取ってくださいね。そうですね、ジャックもさっきからさっきまですごかったもん、汗が死んじゃうんじゃないかってぐらい、やばいっす、熱中症はね十分気をつけましょう、気をつけましょう、もう十分暑いっすよ、体感温度30度オーバー、皆さんも水分を取りながらやってください。なんか違う色になってるけどね、ちょっとね、こっち側の方が影っぽい、そっちの方がね、なんか魚集まってそうだから、そこでちょっと調べてまたやっていこうと思います。大切なところで噛みます。だら飯だな。釣れたらな。だら飯だ。今日肉食うべ。前も食おう。オッケー、わかった。ジャック、タイヤが落ちてます。中にヤゴがいっぱいそうですよ。あるね、あるね、あるね。お、バスいた。タイヤの横にバスいた。そんなに災害だもん。おお、出てきた。バス、ブルーギルだったな。なかなかこういう間から顔をニョキッと出して食いに来るやつはいないね。動いたよ、ほらほらほら動いてる、あれ、ウがいる、ウがいるってことは相当魚溜まってますよ。ウが出てきたぞ、ビッグチャンス到来か。こっちが来るのか、あそこ、ほらほらほら、またまた動いてる、ほらほらほら、あそこだ、うわー、いいとこいた、来ないね、釣れるね、1回2回投げると釣れるね。あ、あの奥にそうじゃん、あれカメか、白いのカメだな、きっと遠く、でかい音がしてんな。まあ食いそう、出そう、出たよ、よーし、出た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 よ、これは確実にかけたよ、重い、サイズアップか、サイズアップか、サイズアップか、よーし、やった、サイズアップ、イエス、サイズアップ、下サイズアップしたかアベレージか俺何匹目 ?3 匹目 ?3 匹目。よし。お疲れ。お疲れ様です。というような感じでですね。まあ、釣れましたね。エンジョイできました。ただ、セミだけは釣れなかったね。セミって言ったらまだ早かったですね。セミ早いね。セミはね、8月の真ん中あたりだな。まあ、その分、クモはやっぱり近場のやつは良かった。カエルはロングキャスト。うん、セミはまだ早い。楽しめましたね、はい、ってな感じで、だから焼肉もタラフク食べて、明日福島帰るんだっけ、そうです、お仕事頑張ってください、頑張りますってな感じで、以上エンジョイフィッシングでした。バーイバイ。プライベートテンテンテン、おまけ映像です、テン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 、釣りした後は焼肉でさらに笑顔になりましょう。